ではここからはマジョラジを盛り上げていくコーナーをやっていきましょう。コーナーはこちら。逃げたら一つ、進めば二つ。はい、このコーナータイトルにもなっている逃げたら一つ進めば二つはアニメ本編でスレッタちゃんが言ったセリフですね。うん、はい、このセリフはお母様から言われた言葉でございます。うーん、なかなかいいセリフなんですよ、ね、これがとても。はい、そのセリフにちなんで、このコーナーではリスナーの皆さんから何を逃げずにやったら2つ以上のものが手に入るのかを募集、うん、紹介していくコーナーでございます、うん、例えばバイトを逃げずにやったらお金とバイト仲間を手に入れましたもう青春かなみたいな感じですね、うんうん、はい。ちなみにこのコーナーはですね、うん、10月2日に行ったイベントでも紹介しましたね、うんうん、ありますか、なんかりんちゃんは逃げたらパッと、うん、なかなか思い浮かばない。だいたいほら2頭主な1頭もエーズじゃないけどさ、確かに欲張りすぎると欲張りすぎ、うん、なんだろうな。でも逃げずにやって2つ以上のものを手に入れたことなんだろう。でも私結構夜眠たくなった時とか、うん、顔とかお風呂眠すぎて入るのどうしようかなって迷う時があって、もうメイクも落としてないし、うん、このままじゃ寝られないけど猛烈に眠いって時に頑張ってお風呂入った時はお肌も良くなるしあの、はい、入ってよかったっていう満足感で寝れるので、うん、2つ手に入りました。よかったです。良かったです、はい、なんかありま、はい、私ちょっと思いついたら言うね。はい、ぜひぜひ。じゃあ早速、じゃあメールが届いていますので紹介していきたいと思います、はい、ペンネーム笹島さんからいただきました。ありがとうございます。小さい頃に親に勧められていやいや始めた書道ですが、逃げずに続けた結果字はすごく綺麗になり姿勢がすごくいいとよく褒められます。結構集中して物事に取り組めるのも書道のおかげかもしれません。今では親に感謝しています。はあ、確かにいいですね。いや、書道確かに、私も書道もう小学校とかからやっておけばよかったって思う習い事の一つなんですよ、うん、姿勢もやっぱ良くなるんですね、書くときに。そうなんだね、それは知らなかったな。本当にちっちゃい頃の自分に言いたいですね、うん、本当に書道やっときなさい字はね、そう、字は大事ですよ。心を表すって言いますからね。はい、って感じで2つ手に入ったそうです。はい、よかったです適当じゃん続いて